にちは、ドラゴンワールドのぶ強くと、どうも皆さん、ドラゴンワールドです。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、本日も、イフトバル2024モバイルやっていきたいと思うんですけども、ついに、この時が来ました。いや、1年前の自分に言いたい。ドラゴンワールド、お前は7年間、ウィレイフト無課金でやりきって、無課金の押しをして、無課金でディビジョン1に行って、CL 優勝記念ショータイムガチャで、大爆死して、ライブレ、ビニシウス使うんだぞということで、今回はライブレ、モメンタムビニシウスジュニオール使っていきたいと思います。いや、もう大爆死。もう結果が分かっててもね、もうめちゃめちゃ面白いガチャ動画になっているので、ぜひね、前回の動画見てほしいんですけども、今回はそちらのね、ガチャの方で獲得いたしました。モメンタムビニシウス。もうね、マドリディスタの自分にとっては、去年まではね、モメンタムドリブルのビニシウス出た時は、眺めるだけの存在でしたが、ついに来ました。早速能力の方を見ていきましょう。まずはプレイスタイル、ラインブレイカーでございます。いや、ライブレモメンタムビニシウスはもうロマンでしかないっていうか、もう誰もが憧れるのは夢だよね。そして総合値100に超えております。そしてオフェンセス93、ボールコントロール94、ドリブル93、ボールキープ90と、いやもう圧巻だね。もう1ヶ月前の俺からは考えられない。ただね、ドリブル数字低く見えるかもしれませんが、スキルですね。はい、モメンタムドリブルついているということで、いやー、これやばいよな、多分このビニシウス。さらにですね、今回、スキル魔改造されております。ビニシウスといえばね、根下がないでおなじみなんですけども、根下、さらにワンシューがないでおなじみなんですけども、ワンタッチシュート持っております。もうやばすぎるよな。で、モメンタムと根下とワンタッチシュート、これだけでも十分なのに、後で見ていきますが、スルーパスだったりね、アウトスピンもついてると、もう最高ですね。いや、もう本当に決定力も90ありますが、カーブ数値も85まであります。もう本当にこのミニシウスはもう使う前からわかる。マジで強いと思う。もうマドリディスタとはね、忖度抜きで強いと思いますね。そして見ていきましょう。スピッシュン93、96と、キック力84。そう、ミニシウスといえばね、キック力なかったんですけども、今回のショータイム、ライブレ、モメンタムついてる、さらにブースターシュートなんでね、キック力も上がっていると、最高ですね。で、ボディコン90まであって、スタミナ95でございます。もう一試合通してモメンタムずっと発動できる。いや、もうこれスキル追加で闘争心までつけたら完璧ですよね。そして先ほども言ったようにね、足裏、そしてモメンタム、根下、ワンシュー、スルーパーアウトスピード。もう最高ですね。本当にこのビニシウスを超えるね、ビニシウス、これから出ないでしょう。そのぐらいね、もう完全体ビニシウス爆誕しましたということで、今回はビニシウス使っていきたいと思います。マジでね、期待しかありません。もう絶対に強いのは分かってます。ただ、楽しんでいきたいと思います。では、実際に試合に、レッツゴー。はい、ということで、試合マッチングできました。選手のコンディションを見ていきましょう。ビニシウス、頼む、絶好調ではないけど、好調で、いや、素晴らしい。いや、マジでいいね。本当にビニシウス、ちょっと待って、もうマジで。もう、さっきからニヤけが止まんないんですけども、そのぐらい期待してるんで、3158。めっちゃ強いな。いや、でもやっぱね、今週の鑑定は強いから入るよね。このレベルのスカッドでも入ってきますよ。ぜひね、鑑定の方も獲得してください。ということで、モメンタムビニシウス、デビュー戦やっていきましょう。オッケー、ここ、鑑定奪っていく。素晴らしい。マジで鑑定に助けられてるな。で、ここでまだね、オッケー、じゃあしっかり。オッケー、いやー、ルーレットしちゃったけど、ここゴリ押していく。いや、惜しいな、マラドナ。ということで、まだ一回もビニシウスにボール渡っていないですね。ちょっとボールを早く渡したいね。モメンタムドリブルがどんなスキルなのか、一応説明しておきましょう。モメンタムドリブルっていうのはね、敵陣近くでドリブル能力が上がる。まあ、大体プラス6されるって言われてるのかな。そのぐらいマジでね、神スキルとなっているんですけども、マジで一回もボールが渡らない。ただ、ここはフィーゴ OK、素晴らしいパスカットしていきの。フィーゴから横パス出して、サリはこっから一回デヨングが当てて、デヨングからビニシウス、ここダブルタッチ決めて、もう一回ダブルタッチ決めて、ワンチョン、いく、いや、今のはね、モメンタムとか、発動多分してないんだけど、いや、マジでえぐいわ。ちょっと待って。え？今の決まんの？いや、めちゃめちゃ今さ、無理な体勢だったんよ。いや、だからもう俺やらかしたなと思って、2回目やった時。でも一応ニアにぶち込めるかなと思って撃ったんだけど、いや、待って、これ一回落として、こっからもう1ミリ、ビリ、ビリ、ビリ、こっからコーンが決まっていく、素晴らしい。これモメンタムかな？いや、ちょっと違うよな。もっとモメンタムっぽいのはあると思うんだけど、ちょっと待って、さっきから決定力がえぐい。え、決定力やばすぎないか、お前。ちょっと待ってくれ。え、マジ俺まだ2回しかビニシウスボール触ってないぞ。ということで、なんと、25分の間に、ビニシウス2得点。えぐすぎる、マジで。てか、待って、さっきの俺、2回ダブダ入るとは思わなかった、マジで。衝撃やったな。だから今の2回目の2点目のゴールもさ、ワンチャンそのモメンタムで、ボール奪いきれなんか、なんか強引になんか奪い取ったっていうか、なんか、
キープした感じあったよな。どういうこと？いやー、これちょっと惜しかったな。いや、マジか。ちょっとモメンタムえぐいね。よし、じゃあここはレイニュードにロングパス出して、横パス、ここワンタッチで出せるか。オッケー、ワンタッチ出して、デヨングワンタッチもう一回いって、オッケー、もう一回ワンパ出して、こっからビニシウス、おー、いいよ。ちょっと待って、モメンタムだから前向きたいね。こっから行こうか。モメンタムの前にオッケースペース開けてきた。で、こっからしっかりスルーパスされて、お前めちゃめちゃパスで崩せてるからいいか。これ、うわー、えぐい、めちゃめちゃえぐいスライディングされたけども、これめちゃ揺れてるよ。めちゃめちゃ揺れてた今。じゃ、最近なんかさ、審判の判、なんか判断というかさ、主審がなんかズームになった時にさ、めちゃめちゃなんかカメラワーク変わったよな。アップデートでね、先週の木曜日から変わりましたけども、今のね、ちょっとカメラワーク好きですね、自分で。ということで、おやじさんここでギブアップかな。あ、ただ通信切断かもしれないね。はい、ということで、おやじさんが通信切断で自分の勝ちと。いやー、ハットトリックできるチャンスだったね、PK だったんで。ただモメンタムっぽいことはね、見せれなかったんですけども、決定力だったりね、オフェンスセンス、ラインブレイカーっていうところは見せれたと思うので、2試合目はモメンタムっぽいことやっていきましょう。はい、ということで2試合目マッチングできました。選手のコンディション、えぐい。マジでここで絶好調出してくれるビニシウス、もう本当に素晴らしいね。いや、マジでビニシウス絶好調でモメンタムどうなっちまうんだろう。いや、大石さんさ、多分十分強いけど、普通に強いんだけど、多分ね、相手にならないと思う。まあ、初めてね、モメンタムドリブル使うわけなんですけども、やっていきましょう。では、前半開始していきましょう。モメンタム野鳥が最初からで、ここはシータス、シータスって言ったけど、ここ、うわ、5に持っていく感じ。モメンタムだよな、今の。いや、自分自身も、ずっと、モメンタム持ってなかったから、大石さんにいる時の感触になっちゃうんだけど、タケとか、あとマウコンとか、最近だとマジでね、理不尽に持ってかれるイメージあるんだよね。なんかモメンタムって全然なんか体寄せてる。うわ、えぐい。ちょっと待って、何それ。で、ここまた、うわ、ちょっと、えぐい、えぐい、あ、ちょっと、えぐい、何今の。ちょっと待って、今さ、ダブルタッチの後2回目のドリブルがなんかもうゴリ押しすぎて、ちょっと焦ってそのまま敵突っ込んじゃったんだけど、ちょっと待って、え、これ、え、概念変わるんだけど。え、なんか、え、でもマラドーナより正直今ドリブルしやすかったぞ。いや、最近ね、通信結構治ってきたからめちゃめちゃ軽くなって、めちゃめちゃね、マラドーナドリブルしやすいなと思ってたんだけど、今のは理不尽感がやばかったな。もうゴリ押してたよね。オッケー、カンテ奪っていく、素晴らしい。じゃあここから縦入れて、コスタグルタダイレクト出しちゃって、サルビオからここキープして、キープして、キープして、オッケー、ビニシウス、奪われない、強引に、えぐい。これがモメンタムか。なるほどね。いや、今のは理不尽かってよな。ってなんかあれだね、モメンタムってやっぱもう本当に理不尽なドリブルって感じするな。なんか敵が使っててもそういう印象あったけど、自分が付き合っても同じだね。もう本当に奪えない、なんかもう体寄せてんのに奪えないっていうのがモメンタムなんだな。なるほど。いや、めちゃめちゃなんか分かった。だからゴリ押し系がビニシウスでできるってことだね。いや、めっちゃいいじゃんそれ。ということで、ここで前半終了と。いや、熱すぎるなそれは。えぐ、マジか。ちょっと強いなこれ、ビニシウス、それは。いや、やば、待って、めっちゃこれから楽しいですね。ということで、じゃあ後半これをやっちゃいましょうか。オッケー、レイニードインターセプトして、じゃあこっからビニシウス、ここ持っていけ。いやー、無理か。レイニードがめちゃめちゃ大江さんも活躍しまくってる。うわ、それやられんのまずくない？ちょっとグリーズマンも普通に強いけど、オッケー、ここグバリで奪って、ここパス出して、レイニード縦入れて、ビニシウス、ここターンして。いや、無理か。ちょっと、今の体勢まずかったね。いや、でもファンダイクも普通にディフェンス能力高いってのもあるけど、ちょっと待って、それはグアー、ニアなの、今のニアぶち込むのか。普通にうまいな、それは。で、ここだってさ、パス交換して、飛ばしちゃったけど。いや、マジで今のニアに決められると思わなかったけど、でも、大丈夫です。僕はビニシウスがやれるってこと知っています。で、ここから、うわ、えぐい。やっぱモメンタムえぐいな。正面向いて、ちゃんとね、前向いてボール受けて、ドリブル始めた時はえぐいわ。やっぱね、ターンのところはもう正直、もう難しいとか、もうどうしようもない時あるけど、ここからビニシウス受けて、ここからターンして、あれ？ターンの男、えぐいって、ちょっと待って、今ターンは無理だとか言ったけど、分かったわ、さっきと今の違い。逆足にターンしちゃってね、俺さっき。右足でしっかりボール持てば全然大丈夫だ。これえぐ、ちょっと待って、モメンタムえぐ。はい、ということで、ここで試合終了と。いや、待って、えぐいわ。ちょっとビニ強すぎない？シュート5分打って、もうマジでね、あの後ずっとビニシウスドリブルしてましたけども、ドリブルしやすすぎるね。これがモメンタムか。いや、マジでいくかったな。ちょっとリプレイ見ちゃっていい？1試合目もね、普通にすごかったんだけど、衝撃としては、いや、まあでも1試合目のね、ダブターからあれ決まんのかっていうのもあったけど、このドリブルよ、これがもうさ、体寄せてんのに奪えない。
これモメンタム感やばかったよな。よし、そしてこれが先ほどの2点目とで、こっから受けて、こっから右足でしっかりターンしたら、もう体寄せてんのに取られない。やばいな、モメンタム。ちょっとこれからが楽しみすぎますね。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。いや、本当にね、無課金の星としてディビジョン1到達しまして、そこからね、まあ、爆死したんですけども、爆死してでも取る価値のある選手なんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、マドリデスタになりましょう。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。こんなようにユキと全力で楽しみながら動画投稿をたくさんしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ビニシウス。エグすぎです。